これがソニーを世界的に有名にしたウォークマン1979年に発表された携帯型のカセットプレイヤーは音楽の聴き方に革命をもたらしましたこれ初代のウォークマンですね、はい、この部屋は島田裕二さんの宝箱ウォークマン200個のコレクションには新車1台分の値打ちがあります 多分当時のソ,ソニーの社風だとは思うんですけれどもやっぱり技術者が作りたいものをいろいろ作れてですね、販売してみてっていうことができたという非常にいい時代だったと思います製品に対するその遊び心というのが非常に最近が寂しくなっているなっていう感じがします二つあって黒字化を目指しソニーはウォークマンを抱える事業を今年10月に分社化しますそしてソニーだけでなく多くの日本企業がここ数十年の間にコスト削減を迫られましたそしてイノベーションは後回しになりました イノベーションの旗振り役を一社だけが続けるのは大変なことです。こちらは中松義郎さん、通称ドクター中松です。ご自身によると、1950年代から今まで、フロッピーディスクを含む3500件もの発明をしてきたそうです。今の日本の教育は創造性を育てていないとドクター中松は言います。Before <the> 戦前には僕は東京帝国大学を卒業したんですが、 戦前の教育はとてもクリエイティブな内容でしたよけれども戦後になると教育制度はすっかり変わってしまった今はとても心配しています教育についてね日本の発明は再度世界を驚かせることができるのでしょうか秋葉原の一角にあるこのスペースに発明家たちが集い意見を交換していますそしてこの同じビルの下には小さな工場があります ここには10億円相当の機材が揃っていますそして毎月3万円の会員費を払うだけで誰でも利用することができます消費者家電のスタートアップセレボはここのメインテナントですこのスノーボードバインディング装置をはじめとしてセレボ社は大企業との競争を避けるためわざとニッチな市場をターゲットにしていますどこの組織にも新しいものをまず生む 力っていうのはあるんですけれども、それを世に出させてもらえるかどうか、出すという判断を経営陣ができるかどうかっていうのはまた別の問題だと思っていて、えー、ウォークマンを作った時のソニーっていうのは、今のソニーから見ると、もう恐ろしく規模のまだ小さかった時期で、ウォシュレットの初号機ですね、を作った時の TOTO さんっていうのは、もう今から見ると、すごくやっぱり規模の小さい頃にやられた、えー、話だというふうに思っています。でこれはもう日本の 大企業がどうこうっていう話じゃなくて、やはりその歴史が長くて、図、え、体、ー、も大きくなった企業っていうのは、チャレンジングなことをやろうというモチベーションがどうしても下がってしまいます。ただ、当時のソニーさんだったり、toto さんだったりに相当するようなフェーズにあるような新しい企業っていうのはたくさん今生まれていて、で、当時よりも僕はむしろポジティブだと思ってます 民間企業 DMM の投資のもと、この施設は毎日24時間空いていますそして次の大ヒット商品がここから生まれてほしいと期待されています